皆さんこんにちは。石垣島から発信しています。去年もそうだったんですけど、今年も雲が多くて撮影するのに手こずりました。はい、一瞬を逃すとまた雲に隠れるんですよ。でも私はね、こういう雲に隠れる月も好きなんで、これ旧暦の8月15日の満月、中秋の名月ですね。綺麗、ほらね、画面上ではね、1秒で1ミリぐらい動いてるような気がしますね。まあ、例えば10秒ぐらい経つと1センチ画面からずれるんですよ、これ。ね、動くのが早いなと思います。月が動くっていうか、地球の動きが早いね。24時間あっという間に過ぎるさ。月もね、自転はしてるんですよ。自分で27日かけて自ら回転しながらね、27日かけて地球の周りを回っている。月は地球の衛星って言われてますけどね、ハエのようにね、地球の周りを回ってるんですよ。せっかくなんでクレーターもお見せしたいと思います。クレーターがね、こう見えるんだけど、これは巨大隕石が衝突した後でね、大気がないっていう証拠ですね。はい、急に話変わってすいません。職場に置かせてもらっているダイビング機材です、これ。もう1年以上放置してて、ほこりまみれいけないね、本当に。私は沖縄県民では希少なダイバーなんですが、しかし30代から始めたダイビングをね、もう今回引退しようと思ってます。引退ダイビングで潜る海は、私の生まれ故郷の沖縄本島の、牧村との海です。どうしてもね、故郷の海で潜りたいってもう決めてます。台風14号が沖縄本島を接近中の石垣島の様子です。石垣島はそんなに台風の影響は受けてなかったですね。ね、ボスたちと会食なんで、いつものうるまに行きました。週末にね、ダイビングなんですよ。台風が気になります、とっても。前回の動画で私はサンゴにとっては台風はね、必要なんですと言いましたけど、もうね、今回はちょっと勘弁してほしいと願ってやみません。もうどうなることやら、私の引退ダイビングね。はい、ボスたちの話題は総裁選と名門ゴルフ場の話。まあ、私はゴルフやらないから、あのゴルフの話はわからないんですけどね。ボスたちは名門しか行かないんだろうか、なんだろうか。まあ、茨城のゴルフ場が良かったとかね、那覇にもあるとかね、そんな話でしたね。ごちそうさまでした。那覇に出発の日です。はい、到着那覇市。暑さ、寒さも彼岸までと言いますけど、26日から涼しくなるんでしょうか。まだ暑いですね。週間天気予報では傘マークだったんですけど、まあ、見事に晴れてくれましたよ。都会人って歩くの早いですね。私はもう次々追い越されてしまって、っていうかね、脚力が低下してるのかしら。はい、チェックインして、まずはもうビール。わー、美味しい。歩いた後のビールはうまいですよ。ね。うまいよね。うん。まあ、またダイビングが本当に心配できるかどうか、中止の連絡がないから大丈夫だと思ってますけど、慢性上咽頭炎のケアも終わって、もう早めに寝るようにします。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。